ラガ。はい。フォエスメイバー。スイ。まばゆいばかりに向くよな。お前は誰よりも良い色に染まりそうだ。
けてくれたのか。ミクリオ、あの獅子の男、一体何をしたんだ。追ってか。とにかくここを離れなきゃ。あ、目が覚めた。君が暗殺団の頭領だったんだな。びっくりした。うん、まあね。名前なんて呼べばいい？ロゼでいいよ。ねえスレイ、なんでほっとかなかったの？目の前で倒れてたら助けるでしょ。それが暗殺ギルドの人間でも？それじゃあロゼはどうして俺を助けてくれたんだ？暗殺ギルドの人間なのに。わかんない。助けてよかったのかこれから判断する。いい人なのは確かなんだよね。え？スレイ、誰かが見てる。あ、ねえ、北に向かって。そこに私たちが隠れ家にしてる遺跡があるんだ。え、でも追っ手にバレちゃってもいいの？大丈夫大丈夫。っていうかもう下ろすよ。このまま行こう。その方が油断させられるし。ちぇ、こいつ例の同志。話は後。追っ手を誘い込んだんだ。まずはその始末が先。え？おい、待った。本当に追っ手を殺すのか。相手次第かな。なんか嫌なんだ、ロゼみたいな子が人を殺すの。あっ、
君たちが。廃山兵狩りの相手を間違えたな。見ての通り、私らは軍人じゃない。もう行って。廃山兵狩りなんて、もうやめときな。落ち迷ったのか。ローランスの上層部は何考えてんだろう。ハイランドは姫が抑えていたというのに、ローランスが突然開戦か。さすがに予想できん。おかげであんな子供まで野党まがいの真似をしなきゃいけないけど、まあたくましく生きてる。何その顔。いや、僕ら暗殺ギルドやってっけど、誰彼構わず殺してるわけじゃないよ。殺さなければならない者以外は殺さないさ。じゃあ俺は、少なくとも闇討ちみたいな真似はしないけど、スレイ同士がやっぱり人を迷わせる邪悪な存在でしかないなら躊躇なくやる。忘れんなよ。もう遅いぞ。助けたこと後悔しても。だがどうやって見極める、棟梁。それなのよ。ごめん、なんかおかしくて。さあ、隠れ家はこっち。しばらく休めるよ。俺たちは他に追っ手がいないか、あたりを見てくる。サンキュー、任せた。